マシュー・フリンダース・サウス・オーストラリア州州都、アデレード北、大通り沿いにあるマシュー・フリンダーズの像。マシュー・フリンダーズは、イギリスの航海者、海図作成者。史上最も優れた航海者の一人で、オーストラリア大陸を周回し、オーストラリアという名前を使うことを勧めた。マシュー・フリンダースの航海フリンダースは、オーストラリアという言葉の最初の使用者ではない。地理学者アレクサンダー・ガルリンプルのアンヒストリカルコレクション・オブ・ボイジズ・アンド・ディスカバリーズ・イン・ザ・サウス・パシフィック・オーシャンという本から取ったと思われる。1804年に彼は兄弟への手紙で、私はこの大陸を、オーストラリアまたは、テラオーストラリスと呼ぶと書き、同年の博物学、植物学者、ジョゼフ・バンクス卿への手紙の中で、私のオーストラリア概略海図について言及している。1810年にロンドンに着くと、サーバンクスはその名前を認めておらず、フリンダーズの送った地図の小包は開けられていなかった。ニューホランド、テラオーストラリスという名前がまだ一般的で、フリンダーズの意に沿わない形で、フリンダーズの著作は、テラオーストラリスへの冒険、A Voyage to Terra Australisとして1814年に出版された。この本でフリンダースは、テラオーストラリスという名前はこの国の地理的重要性を記述するものとして、これからも残るだろう。オリジナルの名前をもっと聞きやすく、地球の他の地名とのバランスを考えると、オーストラリアという名前に変えた方が良いと思う。と書いた。A Voyage to Terra Australisは広く読まれ、オーストラリアという言葉も一般に広まった。NSW の総督、ラックラン・マッコーリーはこれを知り、イングランドへの派遣でこの言葉を使用した。1817年にマッコーリーは公式に認定されることを勧め、1824年に英国海軍法により正式にこの大陸の名前はオーストラリアと認められた。多くの地名や場所にフリンダーズの名前は使われている。バス海峡のフリンダース島、南オーストラリアではフリンダース山脈、カンガルー島のフリンダースレンジ国立公園、フリンダースチェイス国立公園、フリンダース大学、フリンダース医療センター、フリンダースパーク地区、アデレードのフリンダースストリートなどを含む。ビクトリア州では、メルボルンのフリンダーズストリート、地域名のフリンダーズ連邦選挙区、ジーロングのザマシューフリンダーズガールズ、セッキンデリーカレッジがある。フリンダーズベイ、西オーストラリアとキャンベラのフリンダーズストリートも彼の名にちなんだものである。1802年4月に、現在のエンカウンター湾にて、フランスの航海者、ニコラ・ボーダンに偶然出会い、二組は上陸して、歓談した。当時は、フランスとイギリスは、交戦状態にあったが、航海者で学者であった双方は、この地の果てでまで、お互いに騒乱を起こす気はなかった。この地で偶然に出会ったために、同地をエンカウンター湾と命名した。オーストラリアには彼を称えた像が多くあり、ビクトリア女王に次いで2番目の多さである。彼の記事、イングランドでは2006年3月16日に、故郷、ドニントン、W、ドニントンに最初に建てられた。像は、彼と共に旅をした愛猫トリムと共に表されている。また、かつて10セント紙幣において肖像が使用されていた。考古学、エジプト学者フリンダーズ・ピートリーは、マシュー・フリンダーズの孫。フリンダースの愛猫、トリムは、ケープタウンから家畜をシドニー居住地に運ぶ、航海中のリライアンス号上で1797年に誕生した。フリンダースの初期の航海、1800年のイギリスへの帰国の航海に伴った。フリンダースがフランスによってモーリシャスに拘留された時も一緒だった。拘留中にフリンダースはトリムのことを書いている。私の人生の中で出会った最高の動物で雪のような足の先の色と漆黒の衣服をまとっていた。胸にも白い星型がある。トリムの像はシドニー、ミチェル図書館のマッカリーストリート側に一般からの寄付で1995年に作られた。トリムは1925年に作られたフリンダース像の方を向いている。フリンダース像は彼の孫サー W.M. フリンダーズ・ペトリによるフリンダース市文書図書館への寄付とともに建てられた。没後、ロンドン市内の墓地に埋葬されたが、1840年代の鉄道工事に伴い改装。その後、長らく改装場所が不明となっていたが、2019年、高速鉄道の工事現場で、棺が再発見されている。遺骨は、近くの庭園に改めて埋葬されることがアナウンスされている。A Voyage to Terra Australis, with an accompanying Atlas 上下巻ロンドン、G&W ニコル、1814年7月18日、出版序文テラ・オーストラリスにおける従前の発見、第1部公開の始めから、ポートジャクソン出港までの報告第2部、テラ・オーストラリス就航の報告、ポートジャクソン出発、帰着第3部ポートジャクソンを1803年に出港してから、1810年にイングランドに寄港するまでの出来事。ありがとうございます。